撲夏場所、今日紹介するのはこの大きな浴衣の持ち主、この力士です。どうも、アマチュアです。土俵でひときわ目立つこの巨体、十両期待の新星です。さあ、体重203キロ、十両一の巨漢雨風です。豪快な相撲と明るいキャラクターで人気上昇中、伸び盛りの23歳に会ってきました。こんにちは。あ、どうも。今何を？いや、音楽聴いてます。記録で聴いてますね。もう見合いの時はもうずっと聴いてます。このリズムで、自分の相撲のリズムで。雨風は新十両として臨んだ先場所で10勝5敗。圧力は雨風、押し出し圧倒しました。大きな体を生かしたパワー相撲で優勝争いにも絡みました。さらに上を狙うために雨風は目指す相撲を自分のサインに込めています。中のこの風の部分のこれちょっとこれ人がこうやって走ってるような姿に見えないですか。はー、風のように走り抜けるような相撲みたいな、一瞬でファッて持っていける、大きな体でもう早く相手にこう何もさせる前にこう早く出れる、早く動ける力士。動ける巨漢を目指して取り組んだのは土台となる下半身の強化です。他の力士よりゆっくり四股を踏み、重い上半身を支える足腰を作ります。スピードを磨くため、吉風や竹風など幕の内でも動きの速い先輩力士と稽古を重ねます。師匠の小車親方は、雨風はまだまだ伸びる大器と期待を寄せています。そりゃ手ぶで動けりゃね、鬼に金棒だけどね、そりゃ目指してくれるのがいいけど、その口で言ってるだけのことを態度で示してくれないといかんよね。初土俵から8年でようやくつかんだ十両昇進。部屋には支えとなる大切なものがあります。ふるさとの香川県琴平町から贈られた化粧回し、地元のマスコットキャラクターコンピーくんが描かれています。ちょっとかわいいです。しかもなんかこうなんとなくですけど、なんか似てるような。ちょっとコンピーくんは一心同体なんだ。幕内に入りたいですね。新入幕って、そういうことはやっぱ今目標にしてるので、声援を僕自分の力と糧にしても、ね、アマちゃんパワー出していきたいと思います。はい、雨風